そして YouTube こうやって使うのがいいかなと。パソコンを使うビジネスですね、海外移住された方のご希望なんですけれども、ご相談なんですけれども、簡単にマスターするにはどうすればいいでしょうかと。あと、すぐにマスターするには、とにかく早くマスターしたいってことですね。パソコンを使うビジネス、まあ、パソコンを使うビジネスっていうと、まあ、あまりにも大きいんですけれども、物販から情報ってありますよね。まあ、大きく分けると物を扱う、要は、サイト、せどりとかですね、転売とかっていうものもありますし、一方で情報を売る、ノウハウを売る。僕は海外移住前提されている場合は、まずその情報を売る、こういうノウハウを売るってことですね。まあ、先生ビジネス、教育ビジネスっていうふうにも言うんですけども、これが一番いいかなと思います。で、これをですね、僕もコンサルで、あなたが何を、そのノウハウとして売れるかっていうのを、企画からコンサルさせていただいているんですけども、やっぱりあなたがやってきたことが、得意なこと、好きなこと、興味あること、それを棚卸しするんですよね。それはですね、きちんとしたニーズがあって、